昨日の衆院予算委員会において岸田首相から18歳以下の子どもを対象とした10万円相当給付については年内の現金一括給付を容認する方針が表明されました。弘前市では先週の金曜日の段階では先行給付金は12月24日からの支給となり、残り5万円相当の給付については現金で給付する意向でではあるものの、国の方針が決まり次第その給付日等については決定したいとしておりました。しかし昨日の国会での発言を受けまして、申請が不要な方には今月24日に10万円を一括給付することといたします。予算につきましては議会最終日である12月21日に補正予算案を追加提出して対応することといたします。以上であります。党日報です。はい、一括給付にする理由というのは何でしょうか。はい、まずは本来の目的、この給付の目的です。子どもたち子育てをしている方々が、卒業シーズンあるいは新学期、入学等に向けてさまざまなお金がかかる時期であります。できる限り早く支給したいということで、弘前市では検討してまいりました。先行給付金については12月の24日給付を予定しておりまして、できればその段階でも10万円一括給付ができるんであれば12月24日に一括給付をしたいというふうに考えておりましたが、国の方でのお話が、原則クーポン券あるいは現金にしても、一括ではなく5万円5万円で分けて給付をするようにというお話でございましたので、それに合わせて制度設計をしておりました。ただ、今回の首相のお話がありましたので、それを受けて、現金一括給付10万円を一括給付するということにしたものであります。藤井さん、5万円分の予算はもう確保していると思うんですが、はい、そのもう5万円の予算というのはどのようにして確保されるんでしょうか。予算の確保は、12月21日議会の最終日に補正予算案を提出いたします。これは国から来るわけではないですね。国の方のお話していくと、市町村が10万円一括支給した場合、先行して給付したのに対してでも後からもちろん対象にするということでございますので、国からお金が出次第その対応をしたいと思います。一旦自主財源というか一般財源でそのお金を出すということなんですか。一旦財政調整基金の方から出したいと思っています。あとごめんなさい、もう一点なんですけども、今回の給付めぐっていろいろと国の方針が変わってですね、いろいろ現場の方でも苦労なさったと思うんですけれども、何かこう国に対して何か言いたいことといいますか、注文というかそういったものはございますでしょうか。注文というよりも、私ども自治体としては、市民の方にできる限り早く、その給付金等をお出ししたいということで、さまざまなことを想定してこれまで検討してきております。今回も国の方から一括給付ができるというお話があればそれに対応できるようこれまで準備してきておりましたので、今回の対応にも急な対応になりますけれども、議会の了解をいただきながら給付をしたいと思っております。よろしいですか。はい、他にございますでしょうか。はい、じゃあ先によろしいですか。はい、はい、青森テレビ石村です。一括給付ということになりますと、事務的なものですね、経費が1回で済むというふうに考えてよろしいんでしょうか。はい、あと手間もやはり、ひと手間減るということになる分、やはり市としての対応も、だいぶ軽くなるということになると思いますが、その辺いかがにお考えでしょうか。はい、私どもでも
今回の給付に関して、さまざま手続き、郵便の発送とかも含めて約400万円ほどの事務費がかかります。それが2回かかるところは1回で済むということで経費の削減にもつながりますし、職員もこの後ワクチン接種の3回目が始まりますので、この方にまた手を人手を割かなきゃいけないということからいくと、12月中の一括給付できるということであれば大変助かると思っております。あともう1点ございますけど、今日の午前中 のやり取り等も出てましたけど、960万円 の所得の基準というものがなくても出すところは出してもよろしいですよみたいな、大臣発言もありましたけれども、その辺弘前市としてはその基準の変更とかそういう基準をちょっと、自らちょっと変えるとかいう、そういうお考えはございますでしょうか。現時点では国の制度設計に従ってその所得制限のある状態でこれまで、さまざまなことを想定しながらやってましたけれども、その制限の撤廃というのは、国の方では考えてないということでしたので、そこは現時点では考えていないです。はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。私の取締役と申します。よろしくお願いします。具体的に今回その一括給付の対象になる世帯数というのはしないと、はい、世帯数は9669世帯、1万6640人分、これが12月24日に10万円の一括給付となります。それ以外の高校生の方とかっていうのは、申請になりますので、それ以外の対応となっています。1月の一番早い方で1月21日から申請される方は1月21日からの給付になります。関連してなんですけれども、すでに準備をされてきて今回こういう対応が可能になっているところなんですが、年末時間限られる中で職員が一緒で非常に割かないと思いますが、具体的に準備としてはどういうふうなことをこう準備されてきて、今回の給付を実現されているか。はい、児童手当を支給している方を対象に手続きを進めておりましたので、12月24日については金額が5万円のところを10万円にするというところだけの変更で対応できますから、そこは職員の人ではそれほどでもないというふうに思っています。確認なんですが、申請の必要な人に関してはもう1月2早ければ1月21日から一括10万円の給付ということで大丈夫でしょうか。それらの通知、口座の確認等ございますので、こちらの方から、早急にその通知をお出しして、で1月21日にまず1回目の、給付をいたしますというようなお話をさせていただきます。その後については1週間おきに、毎週金曜日に支給するということで、考えております。5万円ずつ、一括で10万円になっておりました。はい、よろしいでしょうか。はい、では、よろしくお願いします。ありがとうございました。